雰囲気とか見てたんだよ。そこで自分なりの歌詞考察を書いたらさ、あ、思い出してきた。あ、やばい、思い出してきた。ちょ、待って、マジでこれ思い出した。ちょ、やばい。ボカロ私結構昔から好きだったんですよ。どの曲とは言わないんですけど、まあいわゆる重い系のボカロの曲ってあるじゃないですか。当時のさ、昔の YouTube がコメントに低評価もとかもつけれる時代があったんですよ。で、重い系の闇曲って言ったりのがだったこともあって、ちょっとその世界観っぽいロールプレイしたコメントじゃないけど、ちょっとなりきり的なノリでコメントしちゃったことがあって、ちゃんとね6バットついてそこでいろいろ学んだよね。あー、思い出した。うわー、思い出した。あー、きつい。お、目標達成しちゃったね。到達したんだ。100万人から愛される少女に。誰からも愛されて、世界中から。